社長。はい、こんにちは。はい、今回も撮影のほどご協力どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、はい、いろいろとその YouTube 見てるとですね、うん、その社長を含め、うん、マネーの虎の社長たちをテーマにして、まあアニメーションのような形で言いたいことを言っているチャンネルがですね、ありますね、結構あって、社長にもこういうのありますよって僕は時々シェアさせていただいてるじゃないですか。僕はこうやって社長のそばでですね、今仕事させていただいてるので、社長がどういう方で、まあいろんな話も、いい時の話も悪い時の話も、もう隠さず全部教えていただいていて、知ってる身から見るとですね、おいおいおいっていうことが山のようにあるわけです。勝手に言ってるってことがですね。で、まあ、見ている方々にこうお伝えしたいことが僕からあるんですけど、決してですね、こういう放送するから、私たち HQTV の方に事前にご連絡あるわけでもないわけです。で、一度ですね、私たちの方からコメント入れたんですよ。あるそういう番組で、はいはいはい、社長のことを、はい、もう明らかに社長のことを言ってる。すぐ消されましたからね。そうですか。はい。なので、社長もご覧になっていただいて、今現在、ああいったこちらに取材をするわけでもなく、ネットの情報とかを引っ張ってきて、勝手に言っている番組って多々あるじゃないですか。はい、ありますね。あれについて社長がどう思われているかっていうお話をちょっとお聞きしたいと思っております。ああ、私もね、時々ね、はい、あんまり興味はないんですけども、時々見るんです。そうするとね、もう私が知らんようなことがいっぱい書いてあるわけですよ。知らないことが書いてある。だから、まあ、世の中で悪口言ってもらうのも人気の一つなんですね。そうですね。うん、はい、悪口言ってもらうのも人気の一つだから、はい、まあ、私たちはまあ人気商売してますんでね、はい、それはそれで別にいいんですけども、はい、視聴率が上がるんでしょうね。私たちのことを書くと。残念ながら HQTV より全然回ってますからね。1週間前に上げたのがね、10万回回ってるんですよ。この前びっくりしました。で、私が挙げたのはね、何千回しか回ってないのに10万回回ってるんです。そうですよね。だったら私も自分の悪口書こうかなとか思ったりもするんですけども、はい、まあそれはさておいてですね、私だけじゃなくてマネーの虎に出てた虎をね、はい、誹謗中傷したり、はい、蹴落としたり、はい、いろいろこう書いてあるんですけども、はい、まああれあれでね、全然私は苦にはなってないんですね、はい、当然まあ失敗もしますから、人間ですから。そうですね。同じ虎でもね、失敗した人もおれば、ああ、いろいろあると思うんですけども、はい、私一番ね、理解してほしいのは、やっぱりあの番組に出てた虎の人たちっていうのも人間でね、はい、それで失敗もする、はい。ところがね、そこから這い上がる力っていうのを皆さん持ってるでしょ。そうだと思いますよ。だから一度成功体験をしてるからね、はい、同じことを縦落ち込んでも、またすぐ這い上がっていくわけですよ。そうですね。うん、はい、そこがやはりね、あの番組で、私たちが言ってたね、うん、やっぱ虎の虎たるゆえんっていうのはね、どん底に落ちてもまたすぐ這い上がるぜと。そうです。これがやっぱりすごいノウハウと根性を持ってる人たちだろうなと思うんですね。はい。ですからああいう番組で作られる方もそこをよくこうもう一回こう見てね、うん、やっぱり人の本性っていうか本質っていうか、うん、そういったものをやっぱこうしっかり見るべきだろうなっていう気がしますね。はい。僕個人的にはですね、うんうん、いろいろ社長だってやっぱ失敗されてきて、うん、事業がね危うくなったことも過去あるわけじゃないですか。それは事実として全然お認めになっているわけで、ですけど今現在のことをその僕はよく知っている立場からすると取材ぐらいしてほしいなと。そうですよね。今社長がどうなってるかっていうのを本当に電話かければ電話をかけられるわけですよ今。私なんか鑑定人だって言ってますからね。そうですよ。鑑定士ってなってますよね。鑑定士、うん、まあ鑑定士って言えば30年前からね、中華屋さんやってますから、うん、鑑定士みたいなもんですけども、はい、やっぱりもうちょっと、ああいうこう、大衆が見る番組ですから、そうです。事実は伝えなきゃいけないんでしょうね。そうです。ですね、言っていいと思うんですよ。うん、その歴史のこととか、いい時もあった、悪い時もあったって、じゃあ今は本当にどうなってるのとかいうところまで、僕はこの HQTV の一人のスタッフとしてですね、やっぱりなんかこう、ちゃんと事実は事実として伝えていただければいいのかなと思って。そうですね。まあ、いろんな番組を作っていただいてね、私のこともたくさん作っていただいて、本当に感謝してるんですけども、はい、まあ、あまりこう間違った報道は、あまり嬉しくはないですね。悪く言うのはいいんです。もう失敗はいっぱいしてますから、はい、あいつは失敗だらけの男だというのはもう事実ですからいいんですけども、間違ったことはちょっとダメだなという気がしますね。社長はあんまりこう気にされない方じゃないですか。うん、ほとんど気にしませんね。でも
全然社長が知らない社長のことをさも事実のように言われるとあんまりいい気分はしないでしょ、やっぱり。そうです、なかなか作文がうまいなとかね。そうですよね。どこでこんな情報を得たんだろうかとかね、はい、私が知らんようなこともいっぱいあって、はい、びっくりしますね。そうですよね、だからやっぱりあの昔から言われるようにやっぱり半分は敵で半分は味方なんでしょうね。そうですね、うん、僕は本当に間違った情報を鵜呑みにされる方がいるだろうなと思うのがあんまりこう気分が良くないっていうかですね。今の時代っていうのは活字になると嘘でも本当になっちゃうし、そうですね、テレビでやると嘘でも本当になっちゃいますから、はい、あの怖いんですよね。そうですね、うん、あの新聞なんかでも活字になってると間違ったことでも本当だと思っちゃいますよね。そうです、私たちもやっぱそう見ますもんね、やっぱね、はい、それは自分が信頼してるメディアが何かを言っていたら、うん、メディアの人たちは間違っていたとしても、うん、そのままスーッと自分にこう取り入れてしまうっていうのが怖いなと思うんですよね。特にねこういった SNS の時代とかこういった時代っていうのはもうちゃんとしたことを知ってね拡散しないと、はい、そうですね、大変に拡散するとね、はい、自分もとんでもない目に遭う人がいますからね。そうなんですよ、うん、例えばですよ、うん、もう社長が、うん、もう今本当にダメダメ状態とか言った人がいるとするじゃないですか。それを鵜呑みにした人は本当にそう思っちゃってるっていうのを間接的に社長にはダメージを与えてるわけで。そうなんですね、はい、そこはちょっと気をつけていただければありがたいかなとは。まあ世の中でねいつも言うんですが真実は一つって言いますから、うん、それはそうなんですけど、でもあのネットの拡散力ってすごいですよ。すごいですね、これはすごいですね、はい、これがお金に変わるわけですから。そうですよ、だってその社長が見られたのも10万は再生してたんでしょ。10万再生してて1週間前でしたよ。そうですよね、1週間前に人の悪口書いて10万回って。そうです、俺も自分で書こうかなと思いましたもん、はい、少なくともその10万見た方々は社長がそうなのかなって思ってる人が8割はいるんじゃないでしょうか。でしょうね、はい、やっぱあれを見るとね世の中の報道っていうのは正しい報道よりも悪口の報道の方がみんな見るんですね、うん、人の不幸は蜜の味じゃないですけど できれば取材ぐらい本当に僕していただきたくて。そうですね、あの私のことを書かれる方はねいつでもあの取材はお受けしますのでどうぞあの電話でも直接お越しいただいても構いませんので、ね、あの悪口も全然構いません、悪い男ですから、まあ、事実だけを報道していただいたら大変嬉しいなっていう。そうですね、はい、これはねちょっと僕から社長にお願いしてどういうふうな心境なのかっていうのをですね、まあ、皆さんに知っていただきたいなと思って。そうですね、あの堀之内久一郎さんの真実は HQTV が一番精度が高いので。そうです、私が本人が言ってるわけですからそうです、なのであの皆さんが社長にこんなこと言われてるけど本当なのとかですね、逆にそういった質問もバンバン送っていただければいいと思います。まあほぼねこの番組で嘘は言ってないですね私ね、うん、そうですよ、もう事実だけですから、はい、どうぞあの会社にもお越しいただければありがたいなっていうか、僕がもうちょっと言ってほしいっていうことを社長は言わないんですよ実際、まあ、社長のリアルライフはほとんど語られないじゃないですか。あんまり言いたくないですからね、はい、そこはあんまり語られたくないっていう方なので、逆にネットのその情報の方が錯綜していくっていうのが実はあって、 で僕はそばにいる僕としてはなんかもうなんかイライライラっとこうしちゃう時があるんですけど、でもまああの気になることをですね他の人が言っていて、で社長のことが好きだっていうかと、まあアンチの方でもいいですけれども質問があればですね、こういうことこの番組で言ってるけどこれってどうなのとかですね投げていただければ、この番組でちゃんとその報道に対して、報道っていうかまあそういうコンテンツに対して社長がちゃんとリアクションしていただくっていうのも面白いかなと思うので。全然全然楽しく皆さんやりましょう。はい、すいませんね、なんかこういろいろこうお聞きして申し訳ないんですけど、あの社長の方に回答していただくということで続けていきたいと思います。ありがとうございました。お子さんで元気で頑張ってます、よろしくお願い申し上げます。皆さん本日も長い時間ご視聴いただいてありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。